チャオ、あっちゃんです。年末やし、ちょっと久々にね、またあっちゃんの幸せになるお話、スピチュアル的なお話をしたいと思います。ちょっとね、面白い動画とかホームページ見つけたんで、ファーっと箇条書きにしたんで、お話していきたいと思います。あっちゃん前にもよく言ってるし、あっちゃんよくね、口に幸せなんだよって、ああ幸せって、よく口に出すことがいいよって前にも言ってたと思うんだけど、最近ねこの話してないし、ずっとねそういうことを忘れてるって、忘れてはないねんけど、また動画にね、最初の頃っていうかね、春頃ようやっててんけどね、最近やってないから、また やりたい、これからもやっていきたいなと思って、ちょうど年末やし、ね、みんなも幸せになってもらいたいし、あっちゃんも幸せね、今現在幸せやねんけどね、十分幸せやねんけど、もっともっと幸せをね、こう引き込むためにこの話をしていきたいと思います。はい、ね、なんていうかな、自分が不幸だって、何やってもうまくいかないんだっていう人結構いてるし、やっぱあっちゃんもね、そういう時期もあったし、そういう時ってどうしてもね、心がねすさんじゃうんね。だからもう何やってもうまくいかないもうあかんわって自暴自棄になったりしちゃうねんけど、それはね、何やってもね、うまくいかへん時期っていうのがあんのね。まあ人間ね、山あり谷あり谷あり山あり谷あり谷あり谷あり山あり谷ありやね。谷の方が多いねんね。だから不幸だよって感じる時もあるけど、ね、明けない夜はないね、出口のないトンネルはないね、そういうね、いろんな例えいろんな言い方があるけど、絶対にね不幸が続くことってないの。幸せが続くこともないと思うけど、不幸が続くこともないの。永遠はないの、何にしてもね。だから不幸のどん底にいる人は今一番そこやから、これから良くなっていくことしかないの。だから今不幸でも、いずれ幸せはやってくるって思って生きて、ね、生きてれば大丈夫やねんけども、なかなかそう思えへんね。そこでね、不幸だ不幸だなんて思ってたら絶対不幸にしかなれへんから、幸せになる3つの法則っていうのをね、聞いたからお話ししたいと思います。はい、でまずね、幸せっていうのはね、自分の中にある価値観やねんね。幸せっていうものなんて目の前にあるもんでもないし、価値観で物事を言う。だから、もうたんまりお金持ってる人でも、いやん私は幸せじゃないんだよっていう人もいてるね。逆に言ったら、お金なんてなかっても幸せなんだっていう人もいてる。それは何かって言ったら、価値観やからやねんね。だから、あっちゃんがよくね、白米一口食べて美味しい幸せって感じられるっていうのは、白米を食べること、あの甘み、で、ご飯が食べられることによる幸せで、すごい幸せなんだって、食べられへん時期があったから本当今は幸せだなって思える。それが幸せ、価値観。ご飯なんて毎日食べてるもんやねんから、それで幸せなんて感じられへん人もいてると思う。でもあっちゃんは一口目の白米を食べられる瞬間がすごい幸せなんね。だからあえてっていうか、わざと口に出して幸せって言ってるように、幸せって言うようにするね。それもまた後でお話しするけども、幸せっていう言葉を口から吐くことによって幸せは舞い込んでくるのね。だからそれはね、ね、なんていうかな、自分が幸せって思ってなかったら幸せは引き寄せられへん、ね、それは何かって言ったら、時々あっちゃんが言う言霊。言霊っていうのは、口から吐くことによって人間の魂がそれを引き寄せることができるね。だから幸せっていうことによって幸せが引き寄せられるの。不幸だ不幸だなんてね、不幸自慢している人は自ら不幸を引き寄せてるのね。だから幸せっていう人には幸せは来るし、不幸っていう人には不幸しか来ない。それは何かって言ったら、人間潜在意識、頭の中に潜在意識、頭なんか心なんか知らんけど、潜在意識っていうのがね、潜在意識に幸せなんだっていうことを植え付けることによって幸せを見出すことができね。それは幸せは価値観やからね。だからそこで不幸だ不幸だなんて言ってたら、不幸っていうことが潜在意識にすり込まれて、不幸しか呼び寄せやんようになるのね。意外とだからスピチュアル的なことで、ね、言霊なんて関係ないよって言って、ね、
人に攻撃したり暴言吐いたりする人もいてるけど、言霊ってすごく自分に返ってくんねんね、言霊は。だから言霊っていうのは口から出したものが引き寄せられるっていう効果があるから、例えばね、人のいいところを、ね、探す人、あの人はここがいいんだいいんだっていう人は、自然とね、潜在意識が人のいいところを探すようになっていくね。逆に人の悪口ばっかり言う人は、ね、人の悪いところしか目に入らんようになっていくんでね。それは何かって言ったら、人の悪いことばっかり言うことによって自分の潜在意識が人の悪いところばっかり荒探しをしようとか、ね、そういうことをしようっていう意識になっちゃってるから、だからね、人の悪いところしか目に入らへんから自分の悪いところを表に出してるわけやね。人のいいところばっかり目にする人は自分のいいところをやっぱりみんなに見てもらえるようになるからね。やっぱりポジティブワードを使う人っていうのはやっぱりキラ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 輝いてる。で、やっぱりネガティブワードを使って人を攻撃する人はもう見るからにそういうオーラが出てるでしょ。三輪さんも言ってた通りね、人の悪口を言う人はもうどす黒いね、もう毒蛇とかもうウジ虫みたいな、もうウジ虫言ってたかな、まあそんな小汚い、どんだけ着飾って綺麗、どんだけ綺麗な人でも着飾ってても、どれだけブランド品を身につけてても、どれだけいい姿をしててもどす黒い汚い、周りから見てもそうにしか見えない人、うん、でも何を見てもどす黒く見たい人、まあね、潜在意識が悪いものしか見えへん人は、逆に言ったらどれだけ綺麗な人を見ても汚く見えちゃうのね、うん、でも綺麗にね、自分がネガティブワードを吐かずにね、ちょっとポジティブワードを吐いて、言霊でね、綺麗な言葉ばっかり吐いてる人は周りのいいものしか見えへんからいいものが見えてくる。そんな人たちにもひどく見えちゃう人っていうのは、本当に自分からそういう、ひどいオーラ、ひどい言霊を吐いてる人なんで、ね、うん、そうなっちゃう。でもそれは何かって言ったら、自分の潜在意識がそうしてるわけ。自分が人のことを悪口言ったり、ね、人の悪いところばっかり探そうとするから悪いところが露呈されてくるわけなんで、ね、うん、でもそれは何かって言ったら潜在意識だから、ちょっと意識を変えて人のいいところを見ようとするようにすることによって、自分の潜在意識は人の悪いところじゃなくいいところを見るから、自分のいいところも表せられるようになってくるらしいね。だからそれと一緒で、自分が幸せだ幸せだっていうことで幸せは引き寄せられるらしい。だから逆にね、幸せになりたいんだっていう人がいてるけど、幸せになりたいっていうことは今幸せじゃない、だから幸せが欲しいんだっていうことで、自分の中に今私は幸せじゃないんだよって潜在意識にすり込むから、幸せになりたいって言っちゃダメやねんて。私は幸せなんだっていうようになる、うん、幸せですって感謝することで、幸せは自ら掴むことができるっていうお話をね、今日ちょっとね朝からおすすめ動画に出てたのと、それ面白かったからね、ちょっといろいろ関連なものを調べてみてこんなお話になりました、うん、やっぱりこれから年末いろいろバタバタ忙しいで、やらなければいけないことがいっぱい、やりたいことができない、あ私は不幸なんだなんて思うんじゃなく、私は幸せなんだって思いながら、ね、年明けて、ね、年末までに、ね、バタバタが終わったら年明け幸せなんだ、幸せが待ってるから幸せで、それをたら今こうやってバタバタすることによって幸せをつかめる私は幸せなんだななんて考え方をね変えたり、そんな感じでね、楽しく楽しくいくとね、幸せっていうのは自然と、身につくものらしいです。はい、あっちゃんもね、今幸せです、はっきり言って。子供ちゃんもね、優しい子供ちゃんがいて、でなんだかんだ言いながらね、いつも一緒にいてくれて、一緒にご飯食べられて、ね、食べるものにも困らない。で、やっぱりね、優しい視聴者さんがね、あっちゃんのファンでいてくれて、で、動画を続けられて、で、やっぱり普通にね、生活できる、めちゃくちゃ幸せです。はい、どん底を味わってきたあっちゃんはね、やっぱり今までね、自分は不幸のどん底なんだって思ったけど、幸せ、そういうことがあったからこそこういう幸せを感じられるあっちゃんは幸せです。だからね、短くたった数年、10年足らずだけど、みきちゃんと出会えて、みきちゃんと一緒に暮らせて、ね、みきちゃんの子供を授かって、で今こうやってね一緒に暮らせて、
で一緒にねあのご飯食べられてで、ね、そこでまた YouTube っていうのにね巡り会えて、ね、優しい視聴者さんとも巡り会えてこうやってみんなと、ね、交流持てて楽しめるもう幸せのど真ん中です。はい、ということであっちゃんは今幸せなんでみんなにもね幸せをお裾分けができるようなあっチャンネルになりたいなって最初の頃言ってた通りあっチャンネルは今年も来年もこれからもずっとみんなと一緒に幸せなあっチャンネルでありたいと思ってます。ではまたねこういう感じの、幸せをつかむお話とかねいろいろやっていきたいと思います。久々ですねこのお話するの、うん、こんな感じでねあっチャンネルポジティブに前向きに楽しくいきたいと思っておりますということでこれからもこんな話続けたいと思います。年末また忙しから撮れへんかもわからんけど年明けはねまたあチャンネルリニューアルじゃないけども、ね、楽しく前向きなあチャンネルでこれからもやっていきたいと思います。ではご期待ください。またね、バイバイ。